地中海の最統一。ゲルマン系諸国家を滅ぼし、イタリアと北、アフリカを回復して、東ローマ帝国の誠意は、地中海周辺にとどろいた。画像は、ラベンナのサンビターレ聖堂の東ローマ皇帝、ユスティニアヌス一世と随身のモザイク。サーサーン朝の栄光。画像は、ホスロー一世を描いた、サーサーン朝時代の大皿で、 パリのフランス国立図書館メダル陳列室所蔵のもの。無名時代のアラビア語詩人たち。イスラム教仏教直前のこの時代にアラビアでは優れた詩人たちが活躍した。画像はその代表的な詩人アンタライブン・シャッダードの細密画で有猛な戦士の姿で描いている。タミル文学の展開。南インドでは紀元前未来の伝統を持つタミル文学が 体系化された。画像は、インド南端カンニアークマリ港に近年建てられた神、神言詩集、ティルックラルで、カミル文学を代表するティルバルバルの巨像。前期チャールキアーサ。デカン地方から、南インドに展開した王朝で、とは、バーダーミにあった。画像は、キールティバルマン一世の弟、マンガレーシャにより混流されたバーダーミの、 ヒンドゥー教石窟寺院第三窟で、ビシュヌ人の像が安置されている。禅宗の祖師だるま。仏教の保護者として、有名なノの武帝との問答でも知られるが、経歴に不明な点も多い。画像は、石州東洋の、エカダンピズ陸長の都、健康。現在の南京である、この地は、中国南朝の歴代の都となり、貴族による文化が花開いた。 画像は、南京にある張の武帝の異母帝、小海の墓を守る壁者の石刻、隋の文帝。南北朝時代を終わらせて304年ぶりに中国を統一し、海王の地と呼ばれる安定期をもたらした。円立本の歴代帝王図鑑に描かれた隋の文帝。関東の人物派には、6世紀に、機内での派庭作成は減少するが、関東では、 最盛期を迎える。画像は、国宝武相談市立像で、東京国立博物館像となっている。九州の装飾古墳。古墳時代後期には、九州で独特な古墳が展開した。画像は、福岡県宮若市諏訪神社の境内から発見された、竹原古墳の横穴式石室に描かれた、装飾絵画で、馬を引いた人物や竜が、特徴的である。 モチェ文化。ペルー北部海岸地帯に成立した文化で、紀元前1世紀から紀元後7世紀まで続くが、6世紀半ば以降には、急速に衰退した。画像は、トルィーヨ近郊にある、太陽の和歌、月の和歌の神殿基段ブレリーフに極彩色で、描かれた最高神アイアパイクの像。東豪盗王国の聖水。オドアケルを倒した東豪盗 テオドリックの元イタリアは、束の間の平和を享受した。やがてこの国は6世紀半ばには、東ローマ帝国の膝元に屈服することになる。画像は、ラベンナにあるテオドリック病。ロッサーノの福音書古代末期の混乱で散逸した写本は、数知れないが、この福音書は、ウィーン創世記や、シノペの福音書と並び現存する。 この世紀に作られた数少ない写本で、コデックスプルプレウスという紫染めの洋皮紙を用いた豪華なものである。エジプトのコプト聖教会。歴代東ローマ皇帝の妥協にもかかわらず、エジプトでは、非カルケドン派聖教会が主流派であり、この時期には帝国からの分離傾向が強まった。 画像は6世紀に作られたコプト式で、エジプトで熱心に数形された、神の母がデザインされている。アンティオキアの繁栄と長落。東ローマ帝国シリアの要所であり、宗主教座が置かれたのがアンティオキアである。しかしこの年も526年の大地震で、多数の死傷者が出て、以後かつての賑わいは戻らなかった。画像はこの世紀前半に作られた。 トキンギンザイク、アンティオキアの聖杯。ベートアルファ遺跡。現在のイスラエル北部にあるユダヤ教のシナゴーグの遺跡。画像は東ローマ帝国支配の時代に作られた床面のモザイク画で王道体の輪が十二宮の象徴を伴って描かれている。北欧の仏像。スカンディナビア半島南部ではメーラレンコ周辺に多くの砦が築かれ。 た地域との経済交流が行われた。画像は、メイラレン湖の湖島のヘリエーから出土した6世紀、頃に、北、インドで作られた聖堂の仏像。6世紀とは、西暦501年から西暦600年までの100年間を、指す世紀。大陸河北を統一していた、北朝北義の政権中枢が全世紀末に南戦し、寒化政策を推し進めた結果。 モンゴル高原から南下する従前の侵攻からの国土防衛を担っていた6つの軍事中東地、すなわち、陳の軍隊が著しい地位低下に見舞われ不満を募らせた末に反乱を起こす。戦乱の末に北儀は東西に分裂し、懐1日鎮出身の高官率いる6陳の主力と三島系の感土貴族が結びついて、 北義皇族をいただく陶義と、向川鎮出身の宇文康氏率いる向川鎮軍閥が、冠中によって、北義皇族をいただく正義が成立する。やがて、陶義では、皇氏、正義では、宇文氏が、皇位に上り北西、北州が成立する。当初の劣勢を跳ね返した北州が北西を下して、河北を再統一するが、北州政府の実権を掌握したやはり、 向川鎮軍閥軍閥出身の養子への禅条が行われて隋が成立し、この政権の下で従前に代わって北方から圧力をかけてくる特決に内部離間を誘って東西分裂により弱体化させることに成功すると、ともに南朝の鎮が征服され、精神滅亡以来の南北朝統一がなる。朝鮮半島日本日本では古墳時代後期にあたる。 ただし、初喋の大王が暗殺され、イボ姉のヌカタベの王女が、建てられた、スシュン天皇5年以降、または、ウマヤ等が、摂政になった、スイコ天皇元年以降は、アスカ時代に区分される場合もある。イタリアフランク王国イングランドアイルランドに4号と、王国東ローマ、帝国南朝北朝隋朝鮮日本。ありがとうございます。